さあ行きましょう。今乗っているのはマツダのマツダ2ですよ。さあどんな乗り味になったんでしょうね。あのマツダ2はですね、商品改良されました。まあその詳しい解説はですね、別動画でしてますので、それ概要欄貼っておきますので、そちらを見てください。でこれ乗っている車両は BD グレードです。何のこと言ってんだって思う方は本当その動画を見ていただきたいと言いながらも、まあぼちぼち長いので、ちょっと要約した形でこの車を使った内外装紹介5分以内、もうちょっとここで行きましょう。そちらどうぞ。さあ今乗っている車両マツダ215BD、 どんどん見ていきましょう。もうちょっとモニターあたりがちょっと小さいとか、まあそういうのはありますし、あとヘッドアップディスプレイもこのガンダムの標準機みたいな、まあこれも少し気になるところではありますけど、でもおしゃれですよね。こういったエアコン周りのリングの中にもちゃんとカラードされていたりとか、これバイオエンプラですからね、環境にも優しいし、これ塗装ではないので、これ成形した瞬間にこの鏡面仕上げとこのカラード状態で出てくるので、なのでこれね、すごく画期的な、まあアイテムなんですよ。だから価格も抑えられるしっていうね、ユーザーメリットもあるからすごいいいですよね。こういったところも全部そうです。でシートはですね、結構クッション性も厚みもあって、これが結構ね乗り心地の良さにも生きてくるかなという、まあそのあたりも確認ができたところです。じゃあ外からも見てみましょう。はい、エンジン切って、で後ろ周りの広さとか、まあそのあたりは、あ、これ今からねリングジャケットに僕行くんですよ。もうすでに着ているシャツをですね、ちょっとリサイズしてもらおうかなと、ウエスト絞ろうかなと思って、その方が夏とかかっこいいのでね、はい、全然関係ないですね。さあ外見はこんな形ですよ。マツダ2です。はい、 BD グレードです。これで全長4080です。幅は1695、 1.7 メーター以下です。高さは1525ですね。でホイールベースは2570になっております。これで車両重量1090キロという重量設定です。でもうこういうホイールとかの、これ15インチの鉄チンホイールです。はい、18565、15インチです。これ実はですね、グレードは一番上には、上という言い方なのか、化学ベースで言ったらスポルトがあって、一番上に中間グレードに3リットストラスがあって、これ結構ほんとね女性向けにしたような可愛い、まあ装備内外装なんですけれども、そちらも同じ15インチなんですけれども、アルミホイールなんです。これ鉄チンホイールです。でこういったカラーの部分が交換できるという形で、こちら後ろから見た時にもここに黄色のアクセントがあると思いますけども、これは BD グレードは黄色ですね。スポルトになると赤で、3リットストラスは今ちょっと色をど忘れしちゃった。あれ3リットストラス何色でしたっけ。実際にこのマイチェーンしてからの3リットストラス見たことないのでごめんなさい。で今回の商品変更で言うと、このあたりの見た目がね、あのグリルが変わったでしょ。で BD グレードと3リットストラスはこういったグリルの開口部分がちょっと狭くなったような形状しております。この上側は開いてますよ。ここから空気はどんどん入っていきます。まあちょっと光が強いので、あの詳しく俺もっと見たいよという方はマツダ2の、あのもう詳しい動画作ってますので、そちら見てください。でこれもデカールです。これ製造ライン上で貼れるように、これ部材から開発してるので、これ白と黒を選べますし、ボディ色も11色かな。でこういったホイールの色とか、これ198通りでこれ選べるので、だから選べる楽しさがこの BD グレード、このベースグレードにあるっていうのは注目のところです。ちなみに、はい、後ろ、まあ、この辺りはねもう何にも変わってないです。で倒したら段差があります。この辺りもあの概要欄の本当動画を見てください。はい、そうだそうだ、でエンジンだけは言っとかないといけないですよね。そうだ、はい、ごめんなさい、エンジン忘れておりました。 1.5 リッターです。ガソリンエンジンです。自然吸気エンジンです。高圧縮の自然吸気エンジンになります。これで110馬力6000回転で発生です。142ニュートンです。最大トルク3500回転で発生させます。これでカタログ数字としては 20.3 ですけど、実際今メーターを見てる感じで言うと14ちょっとかな、15前後かなという、まあそういうようなニュアンスでございます。あと最後にオプションだけちょっといきますか。うん、はい、エンジンかけます。この車両をもともとは168万円ですけれども、ここにオプションがこれ21万ほど入ってる車両です。でその中でここ
はい、ビューボタン。そうすると、こういう360度のこういった画面も出てきます。これもオプション設定でございます。あと、セーフティークルーズパッケージが付いておりますので、レーダークルーズとレーンキープも付いておりますので、ここおまけ動画でちょっとそこだけフォーカスを当てて、今日はちょっとお伝えもしていきたいなと思います。あと、ちなみに先ほどお見せしたルーフフィルムですよね。ブラックのルーフと、あとはこのミラーのところのこの、ブラック、これが合わせてオプションで6万6000円で今展開がされております。それらのオプションがついて、この車両としては189万5300円という価格で今展開されているので、まあなんでそんな細かく価格を言ったんだって、やっぱねマツダ2はすげえコスパがいいので、価格っていうのも一つの大きな大きな魅力なので、価格を抑えながらもかっこよさ求めるためにも、こういうバイオエンプラとかにもこだわってるところなので、作りをすごい苦労してるところなので、なのでちょっと今回は価格をあえて細かくオプションも含めてお伝えさせていただきました。車両本体価格168万円、これでオプションが入れてこの仕様でもって189万5300円、まあこの仕様でもほぼほぼフルオプションですので、はい、では試乗戻りましょう。どうぞね、わかりました？この BD グレードの意味。だから、これで167万円ぐらいでオプション入れて、189万円でしょ？まあだから、相当魅力的なこういうコストパフォーマンスの良さ。まあ、このコスパの良さは、今、マツダすべての車に言えると思いますね。マツダでコスパが悪いとかって言ったら、あとコスパいいのなんだよって、あ、スバルがいたね。はい。まあ、スバルとマツダ、今コスパとんでもないと思いますよ。価格破壊をしてるような感覚さえありますよ。さあ、その乗り味はというところで、まずね、一つ、率直にどう感じるの？今街中だけを走ってて、もうな、かれこれ20分30分ぐらい走ってるんですけど、街中を、結果で言うと変わってないんじゃないの、足回りっていう。でもブッシュの、ロアブッシュの一個変わってるかなとか、そんなレベル、ほとんど変わってないと思う。で、まあその僕が得ている3リットシトラスの要は乗り味にすごく似ているんだけど、その中で若干柔らかさはちょっとリアの突っ張り感みたいな、そういうのは少なくなった感触はあるけど、それってあの3リットシトラス前乗ったモデルはあれ15インチのアルミホイールで、これ15インチのあの鉄沈なので、その違いかなとかね。さあ、スポーツモードにしました。いきますよ。140ニュートン110馬力高圧縮 1.5 リッター 3215。まあまあまあ、ほう、うん、あの過不足なくイメージ通りの加速です。まあ知ってる加速です。でも知ってる加速の中で、まあ僕がいつもあそこで加速テストをしてる理由って、まあ昔はジャンプ台があったから、ジャンプ台は削られちゃいました。あの補修が入ってジャンプしなくなっちゃいました。すいません、僕のせいかな、あれジャンプしまくってたから。あれジャンプしてあの下回りとか打つと、そもそもこの道なんだよって文句言われそうだから直したのかな。まあまあそれはいいとして、であそこって上り坂結構強いじゃないですか。で上り坂強い時に、今まさにねその狙いが出たんですけど、要は2速1速2速でそのシフト変速した時に回転数の落ち込みが、要は変動が高くてパワーバンドから若干外れた感触があって、加速感がちょっと弱まったんですよ、変速した瞬間。要はこれ 6AT なはずなので、まだ本当 6AT だよね。これ 7AT とか 8AT とか多段化してくると、あそこパワーバンドから外れずに、要は変速した時の回転数変動少なくいけるはずなんですけど、やっぱね 6AT はそのキックダウンした時とかの、まあ変速した時の回転数変動が高くて、今みたいにフル加速してる時も上り坂とかだと変速すると回転数のパワーバンドから若干外れがちでパンチがなくなるとかね、それがあるのがちょっと気になるところ。これはでも前からあるマツダ2がずっと持ってる課題だから、まあ次の大型変更とかの時にはもう 7AT とか 8AT 欲しいよねっていうのは僕は前からずっと要望しているけど、今回の商品展開ではあの基本シャーシ周りパワートレ周りは変わってないので、もう見た目パッケージだけの違いなので、その中でも足回りぐらいいじってきたんだろうっていうところで僕は今これを乗ってるわけですけど、下手するとねこれ足回りいじってない、
これ結論付けてもいいかもしれない、足回りいじってないと思います。これただ単にこれ3リットルステラスからこれ鉄チンホイールになって、鉄チンホイールになった分乗り心地面で若干良くなる面と悪くなる面がなんか出てる感触だ。ホイール若干重くなってるような感触だな。これ重くなってる分うねり路面系はしっとりゆったり動いて、で速度出てない時の突き上げのところとかもホイールの重さがある分ポンとは動かないで、そこでタイヤがグニュって吸収される感じでちょっと突き上げがマイルドになった感触もあったんですよ、低速走行領域でも。こういう風に高速領域来るとホイールが若干重く感じる。前この重さはない気がするな。これだったら3リットルステラスとかのアルミホイール乗りたいかなって感触がある。若干こっちの方が重たいと思う、この鉄チンの方が。いやー僕ね結構この鉄チンホイールかどうかって結構違いとして出てそうな気がする。ハンドリング面もあのアルミホイールだともうちょっとセンター付近からのところもシャキッとしてたと思う。なんかね、まあこんなもんって言われたらこんなもんなんですけど、いやーもうちょっとだけね、この最初の遊びの感じとかは今まで通りなんですよ。これはまあ元々持ってるところマツダ2がで、これは決して悪くなくて、ちゃんとこの最初のスローな感じでちゃんと手応えがありながらもスローな感じはまあ今まで通りあって、でこっからのねなんか曲がり出しのなんかなんだろう、このタイヤのホイールの重さってどう表現したらいいの、これが若干ある感じがあるのは何、足が変わった、リアから全部来てる感触はある。走りだけで言ったら3リットルステラスとかの方がアルミホイールの方がだからスポルトとかの方がいいと思います。はい、でもちゃんと過不足なく曲がります。曲がるけど車が重いぞ、重く感じる、この鉄チンホイールになると。これで1060キロそのぐらいですもんね。それ以上にハンドルに若干抵抗感がある、重さ感がある。これはアルミホイールの時は感じなかった違い、鉄チンホイールってこういう特性、鉄チンホイールのなんて言うんだろう、この感覚、僕の感覚の中だけで言うとハイエースの、今僕アルミホイールにハイエースは履き替えたんですけど、最初のノーマルの鉄チンホイール履いてる時のハイエースのなんかそのね特徴、そっからアルミにしたらああこういう風になるのねっていう、そこで僕は経験を積んだわけですけど、そのフィーリングの鉄チンホイールのフィーリングが出てるんですよ。なんかね足がちょっとのそっと動く、うん、決して悪くはない、悪くはないけど良いとは言わん、絶対言わん、絶対って言う、うん、悪くはない。なんかねのそっとしている、こののそっと感はマツダ2の中で言うと本来はあんまり出したくない、できるんだったら解消したいのそっと感だと思う。これをじゃあ重厚感とかコンフォートとかマイルドとかの方向で捉えられるって言われたら捉えられる、うん、それは捉えられる。だからこれ微妙、どっちの判断だろうねこれはね。僕3リットルステラスの乗り味を結構僕はイメージしてたんですよ。 1.5 リッターの同じ高圧縮エンジンで、まあその乗り味をイメージしながらこれをパッと乗った、今回乗った時に街中に来るとあんま変わんないんですよ。高速道路なんですよ。高速道路になるとこれね、ちょっとこれわかんないですよ、わかんないですよ、わかんないんですよ。勝手なるイメージですよ。重たいホイールとか大口径なタイヤとか、重たいホイール、重たいホイールって言った方がいいかな、この重たいホイールにした時になんでそんなフロントタイヤに影響するんだよとかって言われると、なんかね直感的にそういう効果が実際あんのかどうか知らないですよ。
ジャイロ効果っぽい、なんかそんなような特徴に準ずる直案、フロントだけの直案が出る感じがするんですよ。だからハンドルを切ろうとした時に、切ろうとするハンドルに対しての抵抗感を若干示すんですよ。重たいホイールって。僕の今までの経験値で言うと、それはアルミホイールであろうが重たいホイール履くと、そういう感じなんですよ。単造ホイールってすごい軽いじゃないですか。で、単造ホイールにした時に、なんかね、ハンドルとか軽くなんかキュン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 曲がるような感じになるのは、ホイールが軽くなったからっていうのが直接的なことかもしれないですけど、その働く作用としては、フロントに関してで言うと、なんかね、ほんとジャイロ効果。ジャイロ効果ってわかります？あの、船乗りの人とかはジャイロとか今積まれてて、船ってなかなかね、揺れにくくなってるんですけどとか、全然関係ないね。最近の船って船酔いなかなかしにくくなってきてますよ。最新鋭ね、最新鋭のクルーザーとか、すげえでっかいね、ジャイロ。もうこの中でぐる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 、回ってるんですよ。バイクとかでもありますよね。ジャイロ効果を活かすと倒れないバイクができますとか、ホンダさんとかが結構やってますからね、そのあたり。で、そのジャイロ効果がフロントタイヤを、選んであげるとなんかね出るような感触、それに応じてハンドルを曲げようとした時に曲がる前とするなんかねその、なんて言うんだろうな、抵抗を示すような、そういう感触ですよ。わかります？伝わります？そんな感触で、そのジャイロ効果みたいなのって勢いよく回れば回るほど出るじゃないですか。だから低速走行時はそんな勢いよく回ってないので、低速走行時はね全然そんな感じしないんですよ。低速走行時はだからなんか3リットストラスとあんま変わんない感じか、むしろこっちの方が、だから一番最初にも言いましたけど、ホイールが重たくて、その無駄にホイールが動かない、タイヤが動かないような感じで、タイヤのブニュンブニュンとしたクッション性を生かしてくれるような感触があって、乗り心地は3リットストラスとかのあの15インチのあのアルミホイールよりもいい感触はあるな。そういう感触、そういう感触。あ、なんか今日のこれ市場はね、もう完全にアルミホイール対鉄チンホイールの特徴がそのまんま、足変わってないですよ、これ。変わってないと思う、足は。なんかその違いを一個一個分析していくと、まあ、で、自分で直感的に感じてる要素を組み合わせると、そういう紐解きになる。当たってるかどうかは不安だけど、まあ僕は改めて、これメンバーシップだと言ってるんですけど、僕は改めてね、もう、このいいカーライフ動画を始めた時の独断と偏見にもう基本に立ち返ることにしました。もう自分が思ってること、自分の考えとかをもう全面的に、だから独断と偏見ですからね。だから僕はこう感じるって。だからそれをベースにして、もう少しでも多くの方が、なんか最適な車選びをする手助けができればなというところで、まあこのいいカーライフっていうのを広めようとしたので、少しでもいいカーライフを送っていただきたいっていうところでね。なので、まあ思ってることを自信を持ってしっかりと言うと、おお、かっこいいね、車高を落としてる CX3 ってかっこいいね。へえ、かっこいい、かっこいい。うん。まあそれで言うと、まあ鉄チンホイールかな、そんな感触です。だから、まあ、乗り味で言えば、あまり、その、例えば、商品改良される前、あと、これを別に気にして、買う、買わないとか、だから、中古市場で出てきた時にも、いや、乗り味がこうだから、俺こっちだな、とか、そういうのにもならないと思う。はい。なので、まあ、中古車選びの中でも、マツダ2、なんか乗り味考えて、こっち型の後期にしようとか、前期にしようとか、そういうのも、なくていいんじゃないかな、乗り味で言えば。逆に言えば、それで言うと、もう見た目の BD グレードとか、あとはスポートであるとか、まあ、そのあたりで選んでもらうのがいいのではないかなと思います。まあ、あとね、今みたいな止まるときに、これアイドルストップはしてないんですよ。で、今、アクセルを、ブレーキを深く踏んでアイドルストップしたんですけれども、だからこの時にね、その、エンジンが別にストールするとか、止めるとかの、あの、変動性はなく、関係なしで、ただ単に、シフト変速だと思うな、シフト変速と燃料吹く吹かないだと思うんですけれど、ちょっとね、ブレーキのタッチが変わる、減速率が変わる、これでちょっと止まる時にギクシャクしやすい。それはある。やっぱね、低速で走ってる時の後ろからのコツコツ感とか、高速道路走ってる時のリアの感情骨格周りのもうちょっと剛性欲しいなっていうちょっとしたブルブル感とか、まあそのあたり含めて、まあシャーシ周りは変わってないと思います。さあ、3センチぐらいの段差いきますよ。
はい、来ました。3、2、1。まあ別に決して不快な感じの揺れ方はしてないですよね。だからそもそもで言うと、その不快ですかどうですかで言ったら、乗り味で言うと全然不快じゃないですよ。そうだそうだ、だから僕は進化の幅とか、まあ変化率でずーっと今日語ってきましたけれども、そもそもマツダ2を知らない方のために、このマツダ2ってどんな感じっていうと、まあこれ結構ね、もう7年8年目選手ぐらいですよ、シャーシで言うと。だから相当時間は経ってるんですけど、それでも走りは結構ね、トップランナー勢に行けると思います。ライバルとなる車たちと比べても、結構このハンドリング面とか足回りとか、そういった静かさとか乗り心地とか、そういうのを複合的に考えても結構いいレベルにあります。だから買って後悔なんてすることはないです。これ絶対って言ってもいいぐらいないと思います。でも最初から見てわかる、こういうモニターがちょっと小さいよねとか、まあそういったあたり、あとヘッドアップディスプレイがこのなんかガンダムの標準機みたいな、まあそういうのになってますとか、そういったハード面はもうこれはカタログとか見てもわかるので、まあそれで判断をしていただくのがいいのかなと思います。でもそれ以外の部分の中身のところではね、まだまだ全然トップランナーでいける、まあそういう実力を持ってますよ。かなり魅力的です。だから僕がバーゲンセールだって、要はコストパフォーマンスがすげーっていう表現をさせていただきました。なのでマツダ2はもう基本として、あ、なんかちょっとこれいいんじゃないって思う方は多分いいと思います。もうおすすめおすすめ。じゃあ気にすべきことはなんかないのって言われたら、そんなないかな。乗り味も、まあこの鉄チンホイールで、まあだからちょっとでもね、もうこういう40キロオーバーとかの世界になってくると、もうね、足回りとかは若干コツコツ系が出てきたりはします。だからほんとね、30キロ以下20キロぐらいだと、鉄チンホイールの重たいものがなんか先ほどから言ってる通り、重りとしてなんかタイヤをぐにゃぐにゃ動かすような、なんかそんなような役目にもなるんですけれども、おー、前にあの石積んだトラックが入ってきちゃったからちょっと離れます。ああいうの怖いですもんね、石が落ちてきたらとか。でまあ逆に言えば20キロオーバーぐらいになってきて、だんだん速度を上げるごとに、もうそうなってくると、今度は足回り含めてホイールがその入力に対してどれだけスマートにスムーズに入力をいなしながら動くかっていうところで言ったら、ホイールがある程度軽くなってくると、だんだん動きが良くなってくるので、今度鉄チンホイールの苦手領域に入ってくるわけですよ。だからなんかそれがそのまんま本当素直に出ていますので、とは言ってもこの、何度も言いますけど、この領域でそんなね、この乗り味だったら買わなければよかったは絶対って言っていいほどないと思います。この乗り味だったら、まあこの値段で言うと納得じゃないっていう、値段ベースで考えたら、あ、納得だよねって、全体的に、あ、これコスパいいじゃんって、あ、納得だよって、いい車じゃんって、そういう風になると思います。だからまあそういった意味で本当おすすめっていうところです。でも内装とかすごい綺麗でしょ、この辺りのパネルとか。もう内外装の時にお伝えした通りです。だからこういう仕立てが本当ね、マツダらしいんですよ。もう見えない努力をものすごいやってるんですよ。まあだからこそ実現できるこの走り、このエンジン、この内容でもってこの価格っていうところなので、求めたら本当7速欲しい、8速欲しい、それはあります。もうちょっとモニター大きく欲しいとか、ヘッドアップディスプレイもこのガンダムタイプじゃないのが欲しいとかあるんですよ。あるんですけど、もうやっぱね、この200万円を切る価格帯の車っていうのをもう極力やっぱ維持してもらいたいので、なのでそれらを求めっていうところで、締めさせていただければなと思います。最後イーカラスコアつけておきますか。誰にでもおすすめか、誰にでもおすすめか、全然おすすめですよ。70点超えますよこれ。全然超えます超えます。で、誰にでもおすすめレベルです。で、見た目も可愛いじゃないですか。で、まあこれでだから厳密に言ったら 6AT はさすがにもうそろそろ手こ入れしてもらいたいよねはあるので、そういったあたりで言うと、ほら今も乗り心地いい、あそこ結構大きい段差なんですよ、このトンネルの始めのところ。だからそこを今ぐらいな感触で、シートもいいんだこれ、今気づいた。シートで乗り心地を結構出してる、これ改良点かも。今回シート変わった、これちょっと確認してない。前もうちょっと今ぐらいな大きめ、かなり大きめの段差なんですよ今。3センチ云々じゃないんですよ実は、あそこって。でそこ越えた時の
体がうってちょっとシートにお尻がうってさらに入り込む感じのこの吸収性がすげえ良かった今。だからシートもしかしたら変わってるかもしれないですけど、この乗り心地はうまい仕上げです。だからタイヤ足で吸収しきれないところの最後の砦でシートがすげえ乗り心地面でアドバンテージをちゃんと出していた感触でございます。へー面白いですね。ちょっと点数上がりました。ということで最後点数ドルドルドルントゥトゥン71点とさせてください。おめでとうございます。まあ本当トランスミッションとかもうちょっと頑張ってもらいたいっていうのは本音ではあるんですけれども、でも今のシートのちょっと僕70点ってつけようと思ったんですけどね。はい、シートのねこういう仕上がりとかも含めて、だから前々から僕言ってるかもしれないですけど、マツダの凄さって改めてお伝えすると、全部を使いこなして全部をどう感じさせるかっていうところをうまくやってるんですよ。だからタイヤ、足回り、バネ、シャーシ、ステアリング、シート、全部でもって人間がどう感じるか、その感じ方を持って全体で仕上げていこうみたいな、そういうねなんか味付けの感じを感じる。その一辺倒で一つだけを見て、いやシートはこれがいいんですよじゃなくて、ハンドルもこれがいいんですよじゃないんですよ。シートとハンドルと足回りタイヤ全部組み合わさった時に、シートはこうあるべきじゃないの、このコンセプトだったらハンドルはこうあるべきじゃないのが、ちゃんと辻褄が全部車が合ってるんですよ。だから総料理長がすげえみたいな、そんなような感じなんですよ。そういう作りってちょっと大げさに聞こえるかもしれないですけど、最近の僕の SL の AMG SL63 ってメルセデスが出したあの SL3000万級の車なんですけど、3000万に迫る車なんですけど、その車のあの走りの動画を見てみてください。ちょっと全然マツダ2と全然違う、ちょっと価格帯領域になっちゃってすいませんね。もうこれがだから10台以上買えちゃう車じゃないですか。でもあの車すごい味付けしてる人のセンスの良さ、開発してる人たちの凄さが出てる車なんですよ。それとちょっとそのなんでしょう、価格が違うのでやってることは若干違うかもしれないですけど、でも本質は、やってる本質は一緒なんですよ。だから僕マツダすげえなっていうのをいつも言ってるんです。買ったことないですけどね、いつかちょっと買ってみたいなっていう気はしてるんですけど、なんか縁がないんですよマツダさんとはね。なんでかね、まあまあでもなんか今後なんかちょっと大きい車とかも出てきた時には買うかもしれないですけど、僕大きい車好きなんでね。まあだから意外とだから松田さんとちょっとあんまり縁がないのかもしれないですけど、まあしかしながらやってること素晴らしいです。これは本当ね、拍手拍手、これも全部含めてコスパ最強車みたいな、そういう風に捉えてください。だから買ってから後悔しないです、後悔しない後悔しない。いろんな、なんか骨身に染みてくる、じわ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 と旨味が出てくる、まあそういう車ですので、はい、おすすめです。コンパクトか悩んだらマツダ2、そのぐらいで考えててもいいです。はい、燃費とかを考える方とかはもちろん他のハイブリッドとか他メーカーとかを注目していいと思うんですけど、燃費をそこまで、まあ今で実質で平均燃費、ここの数字が出てるので言うと今1500キロ走ってる車ですけども 14.2、 だからまあ 1.5 リッターのコンパクトカーで言えば抜群にいいという実燃費ではないですけれども、まあでもまあそのぐらいだったらいいよっていう燃費に対してのそのまあパーセンテージとか重要視するパーセンテージがそんなに高くないんであれば、全然これ注目して損はないかと思います。後悔しない車選びができると思います。まあ僕はいいかライブ動画としても、だからこれおすすめです。まあ独断と偏見なんでこういうのもはっきり言っていきましょう。ということで今回も最後までご視聴ありがとうございました。まあちょっとインチサイズの違うスポルトも今度乗ってみたいですよね。はい、なのでそれもまた時間を見つけて、機会を見つけて、試乗レポート、まあ好きな車、おすすめの車だからこそそういう動画ちょっとまた作りますので、はい、スポルトも展開ちょっと待っててください。そちらはディーゼルでちょっと乗ってみたいですよね。はい、ではでは失礼いたします。イカレフォー、ちょっともう一回3、2、1、5。レスポンスいいしね、結構力強いよ。いいよいいよ、いいじゃんいいじゃん、全然いいじゃないですか。だからエンジンいいし、シャーシーいいし、乗り心地も程よくいいし、静かさも程よいし、だから全然いいじゃないですかね。これで200万切ってんだから、あと何求めんのよっていう、はい、いい車です。さあ今日のおまけ動画はちょっと高速道路もう一回行きましょうよ。ちょっとスポーツモード入れて3、2、1、5。
十分なる、まあ本当伸びはありますよ。これ本当十分の伸びはある。で、なんで高速道路来たかっていうと、はい、運転支援を試したかったからです。さあ、これでハンドル支援が入っている状態。ハンドル支援ってどこでどう入れんだっけ？ハンドル支援の入れ方。この辺りいつも不安だな。さあ、これで入ってんのかな。入ってはないと思うな、表示的にも。まあ、こっちには要はアシスト情報出てないので、もうこっちにしか出ないので、なるほどね。こっち、ここか、これか、これだ。オフ、オフじゃないよ、オン。え、これで曲がるの？曲がるの？曲がんないでしょ。ほら、曲がんないでしょ。あれ、わからないな。相変わらずわからない。まあ、オーナーだったら、全然、こういうのを悩まないでしょうけど、レーンキープアシストシステム、ハンドルアシストオン。はい、入れました。アシストタイミング早い。はい、入れました。さあ、どんな感じでしょうね。全然入んないけど、今全部アシスト早いので入れてるし、これ以上できないでしょ。アシスト感度標準、ハンドル振動なし、レーンキープアシストシステム、ハンドルアシストオンにしてます今。なんかやっぱ弱いですね、ハンドルアシストにおいては。ちょっと弱い。これも今寄ってっちゃうもんね。で、今戻ってきた。でも弱いね。だからそれで言うと、ハンドル支援はまあ進化で言うと、まあほぼしてないってそのままキャリーオーバーっていう、そういうような形で捉えてもらうといいかと思いますね。そのあたりですよね。ハンドル支援とか、今運転支援ってものすごい勢いで商品価値の結構主要な部分を占めるように、僕の感覚で言うとなってきたっていう思いはあるんですよ。それはもうレーンキープとかも含めて、もう軽自動車とかでも積み出しているような時代じゃないですか。で、制御レベルは別として、だからそうなってきた時にやっぱり、コンパクトカーでやっぱもっとバシッとしたレーンキープ能力は欲しいなとは思いますね。だからそれで言うと、今このマツダ2のレーンキープはちょっと弱い気がします。ちょっと僕の使い方が間違ってたら本当すいません、申し訳ないですけど、今のところ、だって全然曲がんないし、これぶつかっちゃうし、だからアシストでしかないですね。アシストでしかないっていうのは、主従関係でいうと、ずっとドライバーが主体で操作をしている中で、要所要所で車がアシストしてくれるっていうタイプなんですけれども、そのアシストが結構違和感にも感じるので、まあこれだったら、お、なんで、どうした、再起動になったぞ。これだとね、ちょっと寂しいところはありますね。おい、どうした、立ち上がれ、なんで再起動した、突然どうしたんだ。まあこっちにはエラー何も出てないので、さあ何だったんでしょうね。